ペクチンね。でそれはここに一滴垂らすと体の表面の虫、歯虫とか海鮮とか予防できます、うん、それからあと消化管の寄生虫も予防できます。血管につく寄生虫も予防できます。とても副作用がなくていい薬なんで、次回作れたらつけたいと思います。ウサギもそうね、やったことありますか？ウサギもそうですね。ウサギはあのセラミキシンですね、うん、それもあの体表の寄生虫と消化管の寄生虫と、うん、できますね。もともとね、そうですね、